こんにちは J1 リーグ第15節ウィナー結果発表とんでもない試合が多かったですねちょっと振り返っていきたいと思いますまず15節の予想こちらでしたンはン、い、ということでそして結果こうなりましたということで 一生しあやりました <laughs>。嬉しいです。湘南対新潟が当たりました。えー、オッズはですね、7点。あこ,こに下に乗っけときます <laughs>。7点なんとかだったと思います。はい。まあ、割といい。 ののものが当たったっっんじゃなないいかなと思っておりますはいえー、今回ですね、10試合行われたうちの5試合を振り返っていきたいと思います。ちょっと私の元チームメートと言っていいのか分かりませんが、ちょっと高校の先輩と同級生が大活躍しましたので、そちらの方もちょっと詳しく話していければなと思います。えー、まず、福岡対セレッソ。こちらね、えー、僕2 2の予想でしたけど、0 3でセレッソの勝ちということで、えー、福岡がちょっとね、知って、 点が重ねでしまって得点も取れなかったという、まあちょっとなん、うん、ここ最近の福岡らしくなかったなという展開でしたね。まあでもザ、えー、ヘリィ選手がちょっと退場してしまってそこでちょっとポイントがなくなったのが福岡として痛かったかなという感じなんですけど、えー、まあ、数的不利になっても攻撃のペースは割と握れているし、えー、時間帯はありまして縦に速い攻撃もできていましたし。 シュートもそれでも10本打ててるんですね。なんですけど、ちょっと枠内が1本ということで、そこの精度を変えたかなという感じですかね。逆にセレッソはですね、まあ、これ7試合ぶりの勝利なんですけども、前半のうちからかなりペース握ってて、試合優位に進めていたと。で、レオ・セーラ選手にまあ収まってましたし、レオ・セーラ選手がボールを去る回数が結構多かったという感じですかね。 で、えー、シュート15本で枠内が9本ということでこちらが、えー、セレッソの方がやっぱシュート精度の方で、えー、上回った結果この03という結果になっていったのかなという感じでしたかねはいでセレッソもこれ久しぶりの勝利なんですけど強いセレッソでしたねやっぱりうん非常にいいセレッソだったのでこれがまた継続していけば、えー、また上位返り咲き首位返り咲きとかも見えてくるんじゃないかなという感じがしましたねはい え続いて、えー、町田対ヴェルディこちら僕12でヴェルディで予想してたんですけども5-0で町田強いですねちょっともう本当に町田が読めないないや強いのはもちろん分かってるんですでも今回なぜ12ヴェルディと予想したかというとまあ、えー、J2 でかなりやってますので手の内は分かってるんじゃないかということで えーなんか対策されるんじゃないかなと思ったんですけど5 0ですからね、びっくりしましたねあの町田がスローインをこう,うまく使うようになってきましたね、今までこうロングスロー、ロングスローで来てたんですけどえ今回もスローインでショートのスローインだったんですよ、ロングスローいつもだってやる位置からショートのスローインでフリーでもクロス上げてでそこで得点したりとか。 割と相手が、ね、絞れなくなってきてるんじゃないかなとここにきてロングも警戒しなきゃいけないけどショートも警戒しないとうんダメだってなってくるとちょっとディフェンスラインは崩れてきますよねそこをうまくつけてるなという感じですかねで、まあ、右サイドからよく崩せてましたしショートカウンターも、えー、よく見られたし で後ろからバンバンフェラガイからゴールも狙えてたので、えー、非常に攻撃的な町田だったなという、えー、印象はありますねこの試合はで逆にヴェルディがやっぱり相手攻撃陣を絞りきれずはめきれずということで、えー、自慢の守備がちょっと崩壊してしまった感じはありましたがねうんでこれでヴェルディが12戦ぶりの敗北ということで いや久しぶりに負けてしまいましたけどまあこれはちょっと切り替えないとですね1・0・2・0で負けたのとまたちょっと勝手が違うんでまあここで守備の修正っていうのは次、えー、節重要になってくるかなと思いますねはいいや町田強いっすねこれは本当にジャイアントキリングというか台風の目になってますねうわ本当にこれ予想難しいですはい、えー、続いて 京都対広島僕1、2、広島で予想してたんですけども結果、0、5、広島ということですごく大差がついた試合になったんですけどもこれで京都5連敗となってしまいましたね。まあ、うーんまあ、やっぱチーム状況が良くないっていうのもあってちょっとこう後ろ、な,なんて言うんですかね、こう前に前に行けてない感じがしますね、京都。で、守備面で全体的にやっぱ当たり負けしている。 感じががします、ね、球際とかもガツンといけてなかったり、えー、すぐボールロストしてしまったりという感じで前にも運べてないしっていう感じがありますがねでシュート6本しか打っててなくて枠内1本なんでやっぱそこ、うん、シュートまでいけてもないということでちょっとチーム全体的にこうマイナスになってしまってるので。 いやいい時の京都なんか、バンバン、えー、サイドから崩して、中で潰れて、ファー合わせてみたいなことができてはいたので、そこが復活してくれればね、面白くなってくるんですけど、うんこの試合見てても、ロングボールでポイント作ろうとしてても、やっぱりうまくきてなれなかったりとかだったので、いや、ちょっとこれ、京都、どうしていこうかなという感じだと思いますね、今ね。 え逆に広島、これで7戦ぶりの勝利ということでえ強い広島でしたね、前からはめてショートカウンターも見れましたしまあシンプルにこう縦に速い攻撃でえまあ早い段階でクロスも上げれてたしという形でうんいや素晴らしいですね、やっぱり早い攻撃の広島は迫力がありますね、なんといっても迫力あるしもう厚みもあるしえ精度も高いしということでうん非常にいい広島が戻ってきたなという感じでしたね。 でですよ、やっぱり私の同級生であり言います、荒井直人選手、えー、直人君がね、ハットトリックということで、すごいですね、スタッツを見ても、一番走ってると。うん、チームの中で一番走ってて、で、ディフェンス登録の選手でハットトリックが確か12年ぶりとかなんですよえー、トゥーリオ選手以来ということで、とんでもない偉業を成し遂げてくれましたね、嬉しいですよ、これは。 ノート見せてたなな <laughs> 覚えててるかなノート,ノート見せてたんですよ、僕が <laughs>。えーあ、すごいですね。まあ、最後のフリーキックとかもね、高校時代とかも、えー、よくあえて、えー、右の、なおト左の、箸、えー、っていうのがいたんですけど、箸、えー、がこういて、まあ、こう箸がね、左利きで、えー、キックうまかったんで、蹴ってたんですけど、なおトもやっぱ練習から見てると、やっぱフリーキックの精度、めっちゃ高かったんですよ。 で、まあ、プロになって、まあ、そういう機会あんまなくてね、やっぱスペシャリストたちの集まりですから、プロなんか。でも、やって、いざ蹴るとなると、ああて決めれちゃうっていうのはす、すごかったんだなって、改めて思いますね。いや、すごいですね。よくぞハットトリック、しかも全部違うパターン、左足、頭、右足ということで。うん、まあ、やっぱ、体も強いから、セリアも強いですし、左足の精度も高いし。 でもちろん利き足の右もできるしっていうこう結構素晴らしいですよね能力値としては綺麗な五角形になってくるのかなっていう感じがしますねいやー素晴らしい本当に、えー、同級生として誇らしい活躍をねしてくれてますねはいえー、続いて、えー、湘南対新潟、えー、こちらの試合私当たりました21で湘南ということで湘南のね左の タ選手がやっぱ僕好きですねなんかうーん左サイドバックウィングバックとしてもえ非常に推進力が高いですし厚みのある攻撃をさせてくれるって感じがしますね、えー、本当によく走ってるしオーバーラップもインナーラップもするし、えー、攻撃参加への積極性っていうのは本当に今の現代サッカーにおいて素晴らしいものがあるなとで体重も強いしねいいなと思いますねで 新潟がね、前からはめてくるところの,この背後っていうのをうまく取れてたのが湘南として良かったかなという感じですかね。で、新潟がわずかに開けてしまった中央のスペースですよね、そこもついててたし、えー、入れるボールっていうのが良かったですね、こう背後に蹴るボール、えー、真ん中につけるボールっていう、このくそびのパスとかもの精度も良かったし、ボールスピードが全体的に良かったかなという気がしますね。はい 逆に新潟がちょっと曲げてしまったんですけど、長倉選手の得点とか、めちゃくちゃうまい流し込み方で、えフォワード僕やってたんですけど、あの流し込み方ってなかなか難しいんですよ。大体やっぱ枠がいってしまう流し方なんですけど、あれできるっていうのはね、素晴らしい、え気持ちいい得点だったろうなという感じがしますけど、でもまあ、えー、やっぱり真ん中で、 起点作って細かいパスっていうのはよく繋げてたなと。新潟らしい攻撃はできてましたし、そこから崩して得点だったので。 えー、そこら辺の良さっていうのは出てたのかな、だからまあ、そんなに、えー、チーム状況としては悪くなかったのではないかなという気がしますね、ちょっとした差で、えー、勝ち越されてしまったという形だと思います、サイドからもね、やっぱ手数かけずに、えー、クロス上げれてて、えー、チャンス作れていたので、まあ、良かったのかなという、新潟も別に負けてしまったけどっていう感じだと思います、そこまで落ちる必要もないかなという敗戦のしかだったかなと思います。 えー、そしてラストですねこちらガンバ対川崎私3-2で予想してたんですけど結果3-1ということで惜しい惜しかったですねガンバが今季初の3得点ということで、えー、攻撃力が爆発したという形だったんですけどもこれでガンバ4戦負けなしですよ、えー、非常にいいですね前線からね奪ってこうショートカウンターで、えー、3点目を奪ったんですけどもやっぱあれですよねガンバの速い攻撃で迫力ある攻撃っていうのは やっぱ攻撃人数が多いガンバだと、やっぱりこうやって得点もたくさん生まれるし、チャンス機会も増えていきますね。で、セットプレーから2得点ということで、やっぱ空中戦の強さっていうのは、今年のガンバ、本当に見物で、えーいい、素晴らしかったですね。その中でやっぱ、私の1個の先輩であります、福岡翔太選手、はい通称、岡さんでございますけど、えー、岡さんがね、決めましたね、J1 初ゴール、おめでたいですね、本当におめでたい。 えー、後輩の僕らからするとですね、福岡選手っていうのは、実践学園のレジェンドなんですよ、えー。1年生、岡さんが1年生の時から、なんだったらもう、えー、4月との下旬とか5月の頭からもうトップチームに行ったという情報がもう、我々入ってきて、あんな人がプロにならないで誰がなるんだっていうふうに思ってた人で、まあ、もう、それは。 えー、ジャンプ力あるとんでもないバネをの持ち主でスピードもあるということででタッパもなかなかあるでしょう80ぐらいなんでそりゃそれはそれもう憧れの人ですよ、えー、キックもうまいしねもちろん右足左足蹴れるしちょっと怪我に悩まされてた時期もあったんですけどまあ本当にもう誰もが尊敬するキャプテンでございましたからその人がね今こうやってようやくガン、えー、に スタメンで点を取ってという素晴らしいですね本んに嬉しいですあと僕地元が一緒なんですお母さんとなんで練習終わりとかたまたまねトップチームのお母さんと僕のいたカテゴリーの4軍なんですけども4軍がこう同時に終わると一緒に帰らせてもらったりした中で本当に感慨深いですね <laughs> 嬉しかったですね初得点いやナイスシュートでし あのね、入り方、ニアへの入り方と、そして、伊達の高さ、本当にもう、素晴らしいですね、やっぱり、それしか出てこない、本当に憧れていた岡さんがようやく報われたなという、まあもちろんね、ずっとえ J リーグで活躍してるんですから、もちろん報われてはいるんですけども、僕らの憧れである、レジェンドである岡さんがやって、ゴールという形でね、チームに貢献するっていうのは、嬉しいですね <laughs>。 嬉しいですこれからもねあの、本当に活躍を願っております。えー、で、逆に、ちょっと川崎がね、ちょっと前半のうちは、割と川崎ペースだったんですけども、うん、まあ、人もボールもよく動く、川崎らしいサッカーできていたんですけども、そこでね、得点を重ねられなかったのが、この感じあの結果になってしまったなという感じですかね。で、後半は相手にボール握れる時間を増やさせてしまって、対応できず。 プレから失点してしまったという形だったんですけども、まあ、川崎もここをちょっと改善していて攻撃の、うん、質はいいんですけどもシュートのとこですねシュートラストの、えー、フィニッシュのところを改善していけば、えー、乗ってくるんじゃないかなというふうには思いますねはいということで5、えーまあ、試合だけでしたけどもちょっとね、えー、私の知人友人 <laughs> 先輩荒、えーまあ、井選手と福岡選手のちょっとした え高校時代の話も交えながらさせていただきましたけどうんまあ他にもね面白い試合たくさんあったのでそれはまたえ16節の予想動画でえ振り返りながらいきたいと思いますということでえまた次の動画でお会いしましょうさよなら